主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。水月です。この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、はい、なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください、はい、おもれき553回です。553、はい、はい、おもれきね、配信550回の、うん、記念切り番企画で石田三成をやってきましたが、うん、石田三成を主人公にですね、うん、ちょっと大河ドラマを作りたいなともちょっと思ったんで、お、今回はですね、うん、数年ぶりの妄想大河名物企画、はい、ま、中華ね、登場人物が、うん、王道のキャラクターがいっぱいいるので配役楽しいかなと思いまして、ちょっと企画をしました。石田大妄想大河、石田三成近江19万石物語を、うん、はい、元はなんだっけ、何、利家と松田ね、これね、加賀百万石物語をちょっとパロディーました近江19万石はいらないじゃん。北近江19万石物語ですね。なんかちょっと関ヶ原とかにかけた方がよかったんじゃないのだって関ヶ原とか最後じゃんね。もちろんそうですけど、ね、クライマックスでしょ。はで、登場人物いっぱい出せちゃうので、はい、うん、収集がつかなくなりますので、はい、本当にこう主たる人物ぐらいにとどめておきますので、うん、あれ、人物は、この人物はって思うとこもあると思いますが、うん、それはもうご愛嬌で、はい、はい、まあ、ご存知だと思いますが、この大河ドラマのキャスティングを好き勝手に決めて、そうですね、こう勝手に遊ぶという、うん、とてもアホな企画ですので、うん、はい、皆さんもご意見があれば、この俳優が良かったんじゃないかとか、俳優がいいんじゃないかとか、うん、ね、そういうご意見またいただけたらと思っております。はい、さあ、早速やっちゃうよ。ほう。まあ、主人公はですね、そこでしょう。石田三成です。でしょうね。はい。で、誰やねんって話です。これをね、松下洸平にしようかなって思ったんですけど。松下洸平といえば、スカーレットの、キミちゃんの旦那役。ですよね。うん。他何だろうな。なんか、真面目そうじゃん。石田三成ちょっとお堅く、真面目な律儀な感じじゃん。主人公だから。歌も歌ってあるよね、確かに。うん？歌も歌ってあるよね。あ、そうそう、歌手もやってんだよ。ちょっと弱くないか？そう？大河の主役ですよ。うん。でも結構主役級で今バンバン。最近なんか出てる？出てるよ。確かあれですよね、光の君へにも出られるんですよね。出る出る出る、うん、だからよくない？間違った。松下洸平、うん、こうなる洸平、まあ、スカーレットか、うん、スカーレットでもね貢献したし、あれかな、うん、うん、まあ、やや醤油顔で、あ、ミュージカルか、ミュージカルされてるの、うん、みたいですね。まあ、歌、どんな歌歌ってるか知らないけど、ちょっとね、もしあれだったら主題歌も歌ってもらっても、うん、歌はついてないでしょ歌詞は。いや、歴代大河ドラマじゃ一度だけ歌詞のある主題オープニングありましたけど、燃えよ剣の時の、あ、斎藤はじめか、ははは、いかがですか、プロデューサー。まあ
君が押すんなら、うん、いいですけど、いくつこの、この人でも30代、87年生まれ37歳ですか。あ、ちょうどよくない、うん、最後のさ、やっぱ官僚時代とかさ、あ敵に、うん、いい、死ぬのも40です、40ぐらいで死ぬんだから、まあ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 、まあ、うん、いいんじゃない、年取らなくて、まあそこまで言うのなら、うん、老けメイクも考えなくてもいいもんね、うん、ああの人な、合理的にありえないってあのドラマ見てた？見てません。あ本当に、うん、なんだっけ、天海祐希の、はあ、あの相方の子な、あ、うん、あの子か、よろしい？いいでしょ。いや、よく聞いてるか分からないですね。はい。では続いてですね、はい、石田家のファミリー。はい。石田家のファミリーからいきますね。石田一族。うん、はい。お父ちゃま。お父さん？お父ちゃん。どう？石田正嗣。うん。で、この石田、お父ちゃまとかって、関ヶ原の合戦まで生きるんだよね。確か沢山城で留守番されてますよね、うん、だから最後お城と一緒に亡くなるんじゃなかったっけ。そうそう、だから、うん、第1話から最終話まで出ずっぱりなんですよ、子役時代から、うん、まあまあまあ、まあ途中ね、官僚時代あちこち行ってたら出ないけど、でも幼少期から最終回までずっとね登場するんです。最後しかも華々しくね、城枕にみたいな。僕はこの人久々に大河に出てほしいなという思いがあるのと、ちょっと最近話題にもなったし、うん、年齢的にもいい年齢かなということで、うん、真田広之、ちょっとね、まあまあ、濃いのよ顔が、最近しかもちょっと一段と煮詰まった感じの子さんになった。色もだよ、真っ黒系で、ね、でも将軍、あね、ちょっとね話題にもなってるし、ご自身も石田三成やったし、なるほどね、うん、で大河の主人公もやって、秀吉以来、あってハリウッドにさ行っちゃってからさ、全然日本であんまり見ないじゃん、みんなあんまり出てないし、うん、そうか、でこう真田広之か元木正宏かな。元木正宏ってモックってこと？でも落ち着いた感があるのは真田広之の方がデンとした感じになりそう。モックンちょっとちょろちょろってしそうな気する。ちょっと前に出過ぎちゃうか。と二人とも。まあスケジュール、そこまで重い役か。だってこの辺のさ、5,60 代の俳優さんを持っていくとこがないのよ、うん、ないのか、うん、ちょっと良すぎひんかな、うん、そうなの、それはねちょっと思ったんですけど、あちょっとどっちも主役級だから、真田博之な、うん、ちょっと大物すぎるで、スケジュールちょっと取れるかどうかなんで、まあ最初と終盤ぐらいとかがメインかな。まあ真田広之やな。真田広之。今のならね。うん、他なんか良さげな人います？お父さんはちょっとそこまで重く考えてなかったな。まあいいでしょう。はい。次、お母ちゃま。お母さん。瑞学院。名前知らないです。瑞学院。うん、名前は分からない。瑞学院。うん、これね。ほんとそこ戦国ものって女性の枠が少ないもんで、そうやね、うーん、ちょっとパッて浮かんだのは、うん、伊藤和恵、伊藤和恵、ね、いいおばさんになったよ。でちょっとまずお母さんがどんな人かも分かんないので、まあ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 、そうですね、まずこれ個人的な趣味ね、ほとんど資料も残ってないわな、うん、でちょっとは、うん、幸薄そうな感じの母ちゃんで行くなら木村多江、
でなんか伊藤和ちょっと強そうじゃん。そうやね。でちょっと木村対サチ薄そうじゃん、うん、これのちょっと折衷案のキャラだと富田靖子かな。富田靖子ベタやな。涌井絵美とかでもいいんちゃうんじゃん。涌井絵美出すぎじゃないです。いいじゃないですか。大河と言って。大河女優だよね。お母さんといえばもう涌井絵美でしょ。まあ、確かにあの青天を衝けの時の、うん、あの渋沢栄一のおっかさんはいい、うん、よかった。亡くなる時よかった、ね。よかった。確かに涌井またお母さん涌井絵美。まあ、富田靖子でもいいかな。富田靖子。じゃあ富田靖子。ああ、そうですか。涌井さんダメ。涌井さんね、ダメじゃないけど出過ぎ。ちょっと対応しすぎ。うん、なんかさ、涌井絵美とほら今出てる光る君に出てるあの人、殺された人、殺されたじゃなくてほらあの金家の妾さんのなんだっけ、かげろう日記の作者の人、かげろう日記、うん、あのスカーレットに出てたじゃん、喫茶店のおばちゃんで、ど忘れしちゃった、道高の、あ、じゃあ何たかの娘、何なんだっけ、うん、あ出てたでしょ、涌井絵美じゃないや、はい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 、もうちょっと出て、松潤じゃないや、あこうやって言うと出てこない ね、 出ないね、ちょっと待ってね、いいんじゃないか、富田靖子、うん、はい、うん、続いて三成のお兄さん、お兄さん、うん、うん、菱田正純、これもお父ちゃまと一緒で、まあそうですね、最後に沢山で亡くなるの、確かそうじゃないかな、うん、なのでやっぱお父ちゃまとお兄さまは三成の影のサポーターとして、う、まあ、そうですね、うん、まあまあ三成の後ろでいろいろ活躍しそうな、うん、感じで、でもなんか浮かばなくって、ほう、なんか浮かんだのは、うん、鶴野武士が出てきたんだけど、兄貴、兄貴、年齢的には兄貴なんだよ、ちょっと上行ってるかなって思うけど、ギリギリ、将棋も強いしさ、将棋は強い、あ、イメージがないからな、なんかね、そのお侍さんの格好した鶴野武ってイメージがないんだよ、ウルトラマンになっちゃうんだよ、どうしても、まあそうか、まあ、まあ、ちょっとごめんなさい、誰でも正直、はい、うん、一応ちょっと仮押さえで、いいでしょ、ちょっと意外な登場人物で、あの羞恥心の中だとさ、羞恥心、誰が覚えてんの、鶴野たけしと上地雄介はさ、上地雄介がよく出てるじゃん、うん、いや鶴野たけしあの人、それこそあれじゃん、のぼうの城の時の石田三成じゃん、あ、上地ちゃんなんだっけ、もう一人、野久保直樹、え、野久保、あ、野久保、あ、じゃあ、あ、そうか、上地雄介か、うん、彼が石田三成です、今俳優さんよくやってるからね、うん、うん、で一応ちょっと鶴野武さんにオファーしてみます、鶴野くんね、はい、はい、次、石田三成の奥さん歌さんです、ほう、これなんか本当に名前歌さんって言うんだってね、なんか三成はなんか歌って呼んでたっていう記録があるんで、歌さん、これね、福原遥か、舞ちゃん、おっとりした感じが奥さんだといいかなと思ったの、お堅い、こう官僚をやってるわけじゃん、うん、お役人さんやってて家に帰るとホッとできる、うん、おっとりした雰囲気の方がいいかなと思って、舞ちゃん、うん、うん、空も飛べるしさ、飛行機も運転できるし、はい、やってましたね。近鉄特急も乗ってるし。近鉄特急？なんかポスター貼ってない近鉄の。あ、そうだ。うん、あれ福原遥ちゃう？
わかんない、うん、そのポスターを見たことがない。あ、そう、うん、たで奥さんも沢山城で亡くなるのか。あ、そうなんだ。じゃあ最後まで出るんだ。いつどこのどなたの出身か知らないけど、松原を家臣が刺し殺して天守に火を放った。ただ生きてる存命説もあるみたいですな。まあ猛烈公務員の奥さん、ちょっとおっとり優しい雰囲気の感じでって思って、いかが？そうですね、うん、あの人とかでもいいんじゃないかなと思って、なんだっけ名前、牧野富太郎の奥さんしてた人、浜辺美奈美か、美奈美か、なんかちょっとチャキチャキしてたじゃん。いや、だから俺逆にちょっとチャキチャキした感じかなと思ってるけどな。おっとり派、頑張れ頑張れみたいな感じで、なんとかなりますよみたいな感じの方がいいのかなみたいな、家でちょっとこう三成の弱さみたいな。いや、もう丸出しで、もう私とゆっくりしましょうって言って、お疲れ様っていうような、ポヨンとした感じの方がいいの、僕は思ったの。それか、うん、ほれ頑張れ、よいしょ頑張れっていうのか、もうそれちょっと迷ったんですよ。でもこのあと豊臣家もいっぱい出てくるから、多分豊臣家は猛烈な女性陣とか出てくると思うと、家ではもう豊臣家でこう振り回されるわけじゃない、三成って。なるほど。だからこう安らげる本和歌系かなと。わかりました。じゃあ福原遥に一回、はい、ちょっと交渉してみます。さて次からですよ、豊臣家、はい、豊臣ファミリーいきます。まずですね、うん、豊臣秀吉、秀吉、はい、うん、これね、僕これしたかったんだけど、うん、松本人志、まっちゃん、うん、それはちゃうわ。いやー、まあ、今回の件がなかったとして、まず、これ考えてたのは、マスコミでわーわー騒ぐ前の時だったんです。まあ、それはそうでしょうけど、うんうん、で、あとどう、豊臣家って大阪弁ダメ？だって尾張の人でしょ。でも大阪に住んでるじゃん。松本人志は標準語喋れるのかな。まっちゃんは違うな。だってあの人はちょっとで破天荒で、あれやってこれやってっていう感じで、芝居もちょっとできないな彼は。そう、じゃあどなた、これも一番三成を振り回す方、そうですよね、うん、を大人物で物語の大半をこの人が引っかき回すんだけど、うん、うん、そうするとちょっとトラブルメーカーとは言わないんじゃないけど、こう、まあ身勝手なバカママな好き放題してるっていうと、ちょっとこのお笑いからかな。でもビートたけしとかもちょっとご高齢すぎるじゃない。ダメだ、遅い、うん、いや僕は結構ね、ちょっとこれって意中の人がいるんですけど、はい、唐沢寿明を、爽やかじゃない。爽やかやけど、ああいうちょっとこうなんていうの、ちゃらけた感じのキャラもできるし、まあ、ね、まあ、それなりに年もいって重い役もできるし、あ、まあ、でこう迫力の出せる時も出せんじゃないかなっていう、まあ、それから振り切った案で言えば阿部サダヲ、まあ、ちょっとなんか室強に引っ張られてる感はあるんですけど、
唐沢俊明ね、年江と松でね、年江もやってるし、ね、まあ、なんか終わりにもゆかりの場合別にゆかりはないけどああそう、唐沢くんもちょっとこれぐらいの役を今やってもいいんじゃないかなと、まあ、できるね、エールでもちょっとそうそうそう変骨な父ちゃんやってたしな、そうそう、ちょっと重いとこもできるし、ちょっとパッと明るい芝居もできるし、まあ、そうやな、どうですか、まっちゃんはないわ、まあ、そうダメ、まあ、まあ確かに、まあ、いや、うん、ここじゃないわ、この石田三成の秀吉を松本人志は持たないですね1年、まあね、出演時間多いもんね、うん、だそういう問題じゃなくて、いやだから、うん、まっちゃんのキャラでちょっとしんどい、うん、まっちゃんはないわ、うん、でお笑いからとちょっと思ったんだけどな、お笑いじゃあ、いいや、じゃあ唐沢俊明で秀吉なんかやってたよね、なんかたけしってなんかやってたよね、秀吉の役って、秀吉やってた、なんかね、じゃあ自分の映画でね、あ、映画か、うん、もうなんかちょっと、うん、どっちかっていうと若い、うん、だって秀吉がお茶3杯飲むんだよ、うん、たけしは無理でしょ、まあ、だからビートたけしはもう年齢的にも無理だけど、ギリギリいいかなと思ったんだよね、年齢とポジション的に、で復帰作でいいかなって思ったんだよ、いやちょっと、まあ、ちょっと芝居が持たない、はい、はい、まあ、ちょっとね、いろいろあるしね、まあ、今ちょっともうね、 NHK サイドでは無理でしょう、はい、まあまあそうだね、はい、では次、あれ、これは唐沢俊明、はい、続いて豊臣秀長、豊臣政権か、うん、政権ないな、一応ね、うん、まっちゃんを想定して、うん、もう豊臣ファミリーを変わってくるな、うん、振り回されるんで、ファミリーだって振り回されるからっていうのを想定して、うん、もう破天荒キャラに対して落ち着いた雰囲気の、うん、割と冷静沈着かなのキャラで行ってもらおうかなって思って西島秀俊を、うーん、ただ演技がそんなに上手じゃないな、なんか棒読み系だもんなので、秀長にしてはなんかちょっとシャープな感じがするな、もうちょっとこうなんていうかドンとした感じが、この間のさ、あのどうする家康の時はさ、あの佐藤龍太だったじゃん、ひげもじゃにしてさ、はいはいはい、うん、でもなんか僕の中では竹中直人の秀吉の時の高島正信、ね、うん、なんかちょっとシャープな感じのかな、だどっちかというと振り回される&豊臣家の良心的な存在、ね、でまっちゃんを抑えられないかなっていうようなところで思ってたんですけど、西島君、うん、まあ、映画でね、西島君よくなんか出てたよね、そのあの北野武史の映画でも、そうですよ、ね、何の役か知らないけど、でも秀長もこれ三成とは共に行動したり、まあでも早く亡くなるしな秀長、うん、もうちょっとこうどっしり、どっしりなの、うーん、なん、うーん、じゃあちょっとどっし若いもんからどうかなって思うけど、どっしり感ありそうだったら尾上翔也、ちょっと年齢がな、若いでしょ、うん、うん、ちょっと品があるんだよ、品があるか、うん、だって百姓だよ、ちゃちゃ違う違う、尾上翔也さんが、あ、翔也がでしょ、うん、秀長やで、うん、まあでもな、唐沢くんやしな、まあ、西島なんかちょっとそうするとなんか豊臣ファミリーがかっこよすぎるな、ちょっと保留、じゃあ一旦秀長保留、ね、保留、はい、北の万所、北の万所、はい、うん、北の万所は宮沢りえ、この芸歴の長さからまっちゃんをコントロールできるかなって思ってた、まっちゃんならそうかもしらんけど、これも狂ってきたんだよ、そうやな、う
篠原涼子、これはごっつい感じの流れでって思ってたの。あ、まあ、篠原ならいいかもしれないけど最近見ないね。子育て忙しいのかな。離婚したよね。なんかそうだよね、市村、市村正親さんだけね。そうですね。じゃあ篠原涼子さんで。篠原、はい、はい。じゃあ京極辰子、これは京極辰子は秀吉の側室、2番目かなんかの奥さんですね、うん、これはのんちゃん、うん、出た、その枠だけな、はい、決まりのんちゃんは暴走隊が条例ですから、妻でもええんちゃうかな、出れなんか出しにくいかなって言って、ちょっと若いよ、まだ30ぐらい、まあ若いか、うん、はい、うん、ちゃちゃ淀君、はい、これ今田美代、あー今ね、うん、流行りのね、今流行りの、あ、まあ確かにそんなに出番ないでしょ、終盤だけでしょ、まあそうですね、関ヶ原の前後だけやもんな、うんうん、まだ見よう、まあ確かに淀君っぽい顔してんな、うんうん、これいいでしょ、うん、で、本当女性がいないのでもう一人、うん、大満所、お秀吉のお母さん、はい、そんなにないと思うんだけど、倍賞光子、千恵子じゃないよ、光子さん、光子か、うん、ちょっと細いな、あともうね、あのね、あれよ、その龍馬伝の時の、うん、あの岩崎弥太郎のおっかさん役を倍賞光子さん、あー汚い格好したかな、そうそうそう、 あのイメージ、まあ、彼女も最近見ないよね、うん、まあまあいいお年なの、千恵子さんなんか全然見ないけど、うん、あー、まああと綺麗どころなの、まあ、おばあちゃん女優ってさ、まあいいじゃないですか、吹雪純とか竹下恵子とかさ、あ弥太郎のねあれで、うん、あの線とか、そう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 、はい、よろしかろう、うん、はい、倍賞光子さん、本当、はい、ひどいよねでね、続いてもう本当に物語の初期の登場人物になるんですけども、うん、もうほぼゲスト的な短期の出演ですけど、うん、織田信長、信長、うん、まあ、一瞬ですな、はい、うん、織田信長、福山雅治、うん、まあ贅沢ですけどね、うん、ちょっと綺麗かな、だいぶ NHK に貢献してますので、まあ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 いいじゃないですか、まあ多分510話ぐらいも出ないよ、ね、一瞬で死んじゃう感じで、うん、しかもまあ多分ナレーションで死んでもらう感じです、慣れしで、はい、あそうなの、え熱盛り回らないの、いらないでしょ、本能寺の変はいらんでしょ、あそう、うん、それよりやっぱ秀吉の備中高松城の方がやっぱりメインだと思う、あなるほどね、うん、あそっかそっか、だかなり贅沢ですよ、うん、福山君こんなところで使っちゃうの、柴田勝家、ああこれも本当ちょい役ですけども、うん、これ高嶋政宏、あこう武骨っぽいさ、いいんじゃないですか、がっつり最近ちょっとね彼ああいうなんかこう、うん、ちょっとこの高嶋兄弟癖のある演技、ね、多くなりましたね、病的なその雰囲気うまくね、うん、まあいいんじゃないですか、はい、はい、で明智光秀、光秀も、まあ、もうこれもゲストで1回ぐらいです、1回2回ぐらいですが、うん、これ田中直樹、田中直樹ってどうしてココリコの田中、あ田中アウトってしたかったんですよ、あまっちゃんからね、まっちゃんだったら強気な感じでって思ったんですが、これあの崩れたので誰でもいいです、いやまあでもいいんじゃないですか、まあまあそんなに出ないし、いまあ彼もまあちょっといいな、あのなんだっけ鎌倉殿の13人でもココリコ田中出てた、出てたよ、あの奥下さんの役で、ああ、うん、はいはいはい、はい、あのなんだっけ福山、あの後白河法皇のそばでなんか関白とかやってたよねって、福山くんを、ココリコが殺す、ね、そうそうそう、まあ、でまっちゃん本当はまっちゃんにこう仕置きするっていう感じで、まあ、まっちゃんなくてもまあいいんじゃないですか、うんうん、まあ1回2回ぐらいかな、うんうん、出ていただける、そうですね、うん、さあ秀吉じゃなくて三成のご友人、あお
大谷義嗣さん。大谷業部はこれちょっと後半のかなりキーマンですよ、とりあえずなんかでもこの大谷義嗣ってハンセン病になってる、ね、とこでしょ、ちょっと頭巾なんかかぶっていただいて、でその辺の芸達者感がないとって思ったのね。でちょっとまあ40ぐらいで三成があの顔やもんな、ちょっと器用に芸ができる演技ができるかなって思ったのが浜田岳、浜田岳か、カムカムエブリバディのお兄ちゃん、いやまあいいとは思うけどな、これ分かんなかった、浮かばなかった、谷義嗣か、ちょっとさ身長低いじゃん浜田岳さんってさ、ちょこんってした感じですよね。まあその分関ヶ原の合戦の時にあの腰に乗るのは軽そうじゃないスタッフさん。ちょっとでも40ぐらいのさ俳優さんで浜田岳な、まあ、ちょっとどうか。まあちょっと保留でもいい、保留が、ちょっと今あ秀長と義嗣とちょっと保留にしてるけども、次島左近、島左近これはもうだいぶ年上の家臣なんだよね、そうやね、うん、で島左近さん20ぐらい離れてるのかな、そう離れすぎかな、あそんなに離れてるのかな、うん、なかなか年の差の、うんね、年上の家臣なんですが、まあ、これも最後だけだしね、そう中盤に出て途中から出てくるんだよね島左近ってね、うん、で島左近ですけども、うん、吉田鋼太郎、吉田鋼太郎か、うん、それか近藤義政さん、近藤義政、誰だ、あのブギウギのすずちゃんのマネージャーやってたおっちゃん、最近よくあの人ね、おっちゃん、はいはいはい、なんかちょっとその辺のおっちゃん感が あってドスの効いたようなこうがっちりした喋り方するのは吉田鋼太郎かなって思ったの、ただ吉田鋼太郎はあの麒麟が来るの時の松永久秀をやってたんだけど、なんかよくわからないまま死んじゃった感があって、どっちもでもちょっと小柄な感じするんだよね二人ともね、近藤さんも吉田さんも、僕が言うとちょっと北村一輝を考えてたんですけどね、あこう戦ってバッて入って最後華々しく死んでもらおうかなっていう感じで、あいいね、うん、うん、まあ、もしくはちょっと、まあ、年齢が確かね市原隼人、ああいうちょっとやっぱり筋肉バッタこういう武人っていう感じの人がいいかなと思ったけど、ね、あのねもうちょっと今回時間がないので、はい、そこ省略したんだけど、はい、市川隼人は、うん、加藤清正にしようと思ってたの。ああ、うん、加藤清正か。ね、うん、福島正則を、うん、パンサー尾形。パンサー尾形って誰？あの剣玉する人。紅白で剣玉やってたさ。ちょっとあの目つきがちょっと悪さがちょっといいなと思って。でもパンサー尾形だとちょっと弱い分、それを補うのも市川隼人でって思って。で持ってってたんですよ。加藤清正な、まあまあまあそういうまあなんかやっぱりちょっと武人っぽい感じがいいかな、うん、だから島左近とかおじいちゃん俳優入るとこがないので、そうやな、なのでちょっと市川隼人は若いなと思ったんで、若いので、だから北村一輝、北村一輝がいいな、じゃあお願いします、うん、はい、はいはい、最後本当いろいろいるんですけど、いろいろ決めたんですけど、最後徳川家康、家康やな、はい、うん、もう徳川家康むっちゃ癖のある、うん、本当に嫌みったらしい、うん、ネチネチした、うん、あの徳川家康をやってほしいんで、ほう、
これをね、佐藤二郎。ああ、ここで、うん、佐藤二郎、うん、体格的にもたぬき体格じゃん。うーん、でこういろいろとネチ、この五大老対五奉行の時のこうネチネチうじうじネチネチしてこう石田三成をこうイライラさせる、うーん、癖強すぎって思う。まあ、確かにちょっと彼が爪を噛むとかいい感じはするけどね、うん、ちょっと強すぎるぐらいの。だって結構ただそんな大役大丈夫？そうそうなんだよ。うん、でも鎌倉殿の時も結構ネチネチこう、うん、まあ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 いいかなと、うん、そんなにで登場場面ってさ、まあまあこれも晩年ですよね、うん、最後のだから北条攻めぐらいの時から一緒にあそうかするぐらいでしょ。でその後その多分ドラマ的には一緒にいるとこってさ北条攻めと朝鮮出兵の時と、まあねまあ、お城ですれ違うとこばっかりだよね、うんうん、で、うん、あとはもう秀吉の亡き後じゃん。あとそうか、まあそんなもんか。でもラスト5話ぐらいがネチネチぐちょぐちょ、うん、ただあんまり貫禄体格的には貫禄は持てるなって思うけど、うん、演技として、うん、その貫禄ある演技でなんかネチネチとかのあの言い回しとかはね、うん、なんかそれはいいけどこう大物感って出るのかなっていうのが分かんない。どこまでそういう演技を見たことないから、そしてコメディが多いからさ。私は一応ね、市村正親か竹中直人かなとか思ってるんだけどね。細い細いかな。たぬき親父じゃないとだね。竹中直人なんかちょっと、うん、いやでもまあいやでも聞いたらまあ佐藤二郎でいいんじゃないかな。うん、ああまあだから石田三成を主人公するなら、うん、まあ、逆にちょっとこう関ヶ原でもおろおろした感じで、うん、それも出せるな。うろたえる、うん、そのどっしり感はむしろない方が、うん、でも結局最後勝つみたいな嫌な感じ、嫌な感じで勝つ、まあ、佐藤二郎でいいんじゃないですか。はい、うん、はい、いい塩梅の時間なんで、はい、現在決まったとこですね、はいはい、主人公石田三成、松下洸平、父石田正嗣、真田幸村、うん、広之、あ広之、幸村じゃない、幸村じゃない、真田広之、うん、母瑞学院富田靖子、兄石田正純、うん、あれ鶴野武って決定したんだっけ、ね、鶴野武、妻歌、うん、福原遥、うん、豊臣秀吉、うん、唐沢寿明、はい、北の政所、うん、篠原涼子、はい、京極達子、うん、のん、うん、茶茶、今田美代、はい、大政所、うん、倍賞光子、はい、織田信長、福山雅治、福原正治、うん、柴田勝家、高島正宏、うん、明智光秀、田中直樹、大谷義次、ね、はい、保留、うん、島左近、北村一輝、うん、徳川家康、佐藤二郎、うん、です。まあいいんじゃないですか。他のね五奉行とかあの五大老もちょっといろいろと癖の強い俳優さん、あの選んで見てたんですけど、もう収集がつかないので、まあ本放送ではここまでにね、あのしておきますけど、皆さんどうでしょうかね、この早く。ああいいじゃないですか。上杉景勝、山田孝之、ああいいですね、うんうん、もう誰あのま、石田三成はもうシンプルな性格で、うん、真面目一直線で、五大老とかは特にもう癖の強いあの演技のできるとかって感じで、あのこの前田利家はね西川忠にしようとしたのよ。だってあの前田利家の方が織田家臣では秀吉より先輩じゃん、うん、だから吉本の先輩で、うん、西川忠志とか先輩なの？だってキャリア的には先輩じゃん。本当に？ただの人でしょ。木尾さんの、でも年齢も年上じゃない？西川忠志の。そんなに言ったかんの？
だって西川清さんも80ぐらいでしょ。清さんは古いけど。だってそれぐらいじゃないの。まあまあ、だってだどっちかって西川忠の清の子供だからサラブレッド系じゃん。まあまあ血筋はね。ただまっちゃんもちょっとさーって思って吉本から引っ張ってきたんだけど。うん、大谷義嗣がちょっと決まってないのかな。これはちょっと皆さんの意見を聞きたいですね。うんはい、ぜひぜひあのご意見をいただきたいと思います。大谷業部。はい、はい、またねまたご便りお待ちしております。はい、ではちょっとお便りも紹介してまいりましょう。手紙はい、本名なのでイニシャルで KY さん。 KY さんですね。はい、はい、ケリーさん、みなずきさん、海坊主さん、こんにちは。いつも楽しく拝聴しております。おもれき541回、旧石器時代の遺跡を拝聴しました。懐かしい私の地元群馬の岩宿遺跡のお話をありがとうございました。相沢さんは19歳から行商をしながら遺跡調査をし、23歳で岩宿遺跡の槍先型戦闘機を発見。春その山を眺め、夏その山を歩き、秋その山の土を舐め、冬その山を掘ったと言われています。何度も遺跡を訪れ、努力を惜しまなかったと伝えられています。遺跡近くには、石器サブレなる名家がありまして、相沢さんと親交のあった店主が作り、地元では愛されています。私も手土産などにたまに買って帰ります。以前、岐阜の知り合いの若い学芸員さんに、相沢さんと親交のあったお菓子屋さんのサブレですよと言って差し上げたら、歴史上の人物だと思っていたけど、地元ではもっと身近なんですね、と驚かれました。水月さんは岩宿遺跡に行かれたとのことなので、召し上がられたかしら。石器時代の石たち、私はとても好きですよ。創意工夫の跡が見られていますよね。初めて採石人を見たときは感動しました。まるで刃物を、なんていう、祈って、折って、刃物を、刃を折って使う現代のカッターのようだと思いました。常に切れ味を保つ工夫は感じられ、とても大好きです。またぜひ旧石器時代のことも取り上げてくださいといただきました。うん、この石器サブレ、はあ、食べたい。石器サブレ、うんうん、いやちょっと僕も食べてないですけど。なんだろう包丁の槍の形してんの。なんでしょうね。あんなゴツゴツ感はどうやって出すんだろうね。うん、ていうか KY さん熊本の群馬のご出身なんだ。群馬ご出身なんです ね、こっちの方の印象があったけど。で岐阜で今ね活躍されてるのは、ね、マニアしてるんだもんね。あそうですか。じゃあこう中山道を行ったり来たりしてるんだねこの方ね。行ったり来たりかね。次向こう行くの、ね、うん、東山道行ったり来たり、うん、中山道行ったり来たりねこうしてるんですね。石器サブどんなんだろう。お店の名前はね書いてないけど、あります。こういう感じか。どういう感じ。はい、あ石器みたい。まあなんかちょっと写真もあれだけどおせんべいみたいな感じですね。なんかちょっとこれネットで今ちょっとスマホで見るとなんかあかき餅みたいなね。あこう、まあ、パイっぽいのかな。あこちの方が、ね、あ本当だ、うん、なんかタケノコとトウモロコシの間みたいな。確かに、うん、下隠したらタケノコの里みたいな感じですけど。サイズが違う。あるもんなんですねこういうのってね。すごいね、みんな商魂たくましいね。楽しみね。また何楽しみ、なんか誰かまた差し入れお待ちしております。どこに差し入れわからない。はい、じゃあ本日はねここまでです。はい、おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しております。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど、歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など、
他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細は各エピソードの説明をご覧ください。番組へのお便りは E メールまたは X のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.com、 X はひらがなでおもれきと検索してください、はい、ではまたポッドキャストでお会いいたしましょう。さようなら。さようなら。